ウェブ業界に転職したい安倍がウェブ業界で働く中地にウェブ業界のリアルな雰囲気を聞く TV です。はい、どうも中島です。今日は Google のアップデートに負けない長く生き残るサイトの作り方というテーマでお話をしていきます。まずこのテーマを選んだ理由ですね。まあ、アフィリエイトで稼ぐには SEO 対策で上位表示する必要があります。で、まあ、役に立つ検索結果を目指して Google っていうのは日々アルゴリズム、 まあ検索結果を決める仕組みっていうのを、まあ進化させてます。で、上位表示されても、まあ県外に飛ばされてしまうっていうことは本当に多いですよね。まあアフィリエイトで、まあ月100万円稼げていたけど、アップデートのせいで、それが0円になってしまったって、本当によくあるので。なので、今のアフィリエイトっていうのは、まあ Google のアップデートとの戦いっていうふうに言えるんじゃないかなと思います。 で、僕は2005年から15年間アフリエイトをやっていて、アフリエイトだけで、まあ月に1000万っていうのを達成できました。で、その間ですね、ASP とか広告代理店で3年以上働いていたので、まあアフリエイトの裏事情なんかもかなり詳しいです。ということで、そんな僕が今日は、Google のアップデートに勝って長く生き残るサイトの作り方っていうのを解説していきます。で、今回の話は、まあ僕の経験とかに基づいた話をするんですけど、それだけじゃなくて、海外 SEO、 っていう方の情報も参考にしているので、ぜひ最後まで見てください。わかりやすくお願いします。はい。で、Google のアップデートですね。まずアップデートについて知らない方のために簡単に解説をしていきます。はい。検索結果の検索順位を決める仕組みですね。まあ、これを Google のアルゴリズムとかっていう言い方をするんですけど、この評価基準に関しては、まあ、200項目以上あるって言われてます。 だからかなり複雑な評価で検索結果が決まっています。検索結果を、まあ、ユーザーの役に立つものにするために Google は日々、まあ、この検索順位を決める仕組み、アルゴリズムを調整しています。まあ、役に立つ検索結果になればユーザーも当然増える。ユーザーが増えれば Google が儲かるので、まあ、Google は毎日のようにアップデートっていうのをしています。はい。で、これまでの主なアップデートですね。まあここでは4つ挙げてみました。 本当はですね、アップデートってもっともっとたくさんあって、まあ小さいものまで入れると毎日のようなアップデートがあるんですけど、ここで挙げたのは個人的に僕の印象に残っているものですね。まず一つ目がパンダアップデートと言われるアップデートです。まあこれ2011年の2月に行われたアップデートなんですけど、これは低品質コンテンツのサイトを落とすっていうアップデートです。で、二つ目がペンギンアップデートですね。 これ2012年の4月に行われたんですけど、まあ、低品質リンクがたくさんついてるサイトの検索順位を落とすっていうアップデートですね。で、2017年12月の健康アップデートですね。僕、個人的にはこれがやっぱり一番印象に残ってるんですけど、このアップデートは、医療健康ジャンルの評価基準っていうのをもう大きくガラッと変えてしまうアップデートでした。例えば、健康食品とかですね、サプリメント系のキーワードで上位表示していたアフィリエイトサイトっていうのは、もう一夜にして、 もう一掃された形ですね。最後ですね、2018年3月にあったコアアルゴリズムアップデートです。まあ、最近でもアップデートは続いてるんですけど、僕の個人的な印象に残ったのは、まあこの辺のアップデートですね。アップデートはたくさんあるんですね。海外 SEO ではですね、まあ Google のアップデートがどう言われてるか、まあどういう風に乗り切ったらいいと言われてるかっていうのを交えてちょっと解説をしていきたいんですけど、 そもそも、まあ、Google のアップデートに苦しんでる原因って何なんだろうっていうところから話をされるんですよね。結局、Google のアップデートに落とされて困るのは、Google からの牛乳に依存しているから。で、そもそも Google に依存していなければ、Google のアップデートに悩む必要ってなくなるんですよ。で、その時に海外ではよく例に出てくるのが、Facebook とか Twitter なんですよ。Facebook とか Twitter が Google のアップデートを気にしてるか。いや、気にしてないよね。 なぜなら、Facebook とか Twitter は Google があろうがなかろうが、そういう Google に依存せず、まあ莫大なトラフィック、まあアクセスを引っ張ってきているからって言われるんですよ。だから Google のアップデートに打ち勝つ方法としてよく言われるのがユーザーに愛されるサイトを作りなさいっていうのが海外でもかなりよく言われてます。ここに関しては僕もかなり同意するんですよ。 同じような感覚を持っていて、僕もそういう方向で最近はサイトを作ることが多いです。僕が最近重要だと思っていることはですね、検索結果で上位表示されてなくても価値があるサイトを作るように心がけています。例えば、今までのサイト、まあ従来のサイトって、まあ情報発信メイン、まあコンテンツ提供しているものがほとんどですよね。例えば美容とか、クレイカーとか、子育てとか、 そういうジャンルで、まあブログとかサイトを立ち上げてる人っていうのも多いんですけど、そういうところで記事を書いて、検索結果から自分の記事に人が来てくれて、まあそこでコンテンツを読んで悩みを解決してくれるっていうサイトがほとんどなんですけど、まあこれからそういうのってかなり厳しいんだろうなと僕は思ってます。それはですね、結局検索結果で上位にいるからこそそのサイトには価値があるんですよ。じゃあ自分が ビオジャンルのブログを運営してるとして、まあ今上位表示してるから売り上げがあるとかユーザーがたくさん見に来てくれるんですけど、じゃ仮に、まあアルゴリズムのアップデートがあって、その美容ブログが一気に検索の圏外まで飛ばされてしまったとしたら、まあその瞬間にユーザーっていうのはもう来なくなるんですよね、自分のサイトに。でも、ユーザーが来なくなったとしても誰も困らないんですよ。 なぜならユーザーはいろんな検索結果で別のサイトを探していくだけなので。だからこれ言い換えれば結局自分のサイトも検索結果で上位にあるからこそ人が来てくれて価値があるサイトなんですよ。で、こういうサイト作りはもうかなり厳しいんじゃないかなって思ってます。じゃあどうすればいいかっていうあくまで僕の考える解決策ですね。まあ価値がある Web サービスをメインにしたサイト作りっていうのがやっぱりいいんじゃないかなと思います。 まあ例としてはですね、価格 .com とかアットコスメですね。価格 .com は最安値がわかるサイトですよね。アットコスメは化粧品のレビューがわかるサイト。まあそういう Web サービスっていうのがメインでありながら、その中にアフィリエイトっていうものがあるんですよね。だから純粋にパソコンとかのレビューを書いたり、化粧品のレビューを書いてそこでアフィリエイトをするのではなくて、まあその上にユーザーの役に立つ サービスがあって、その中にアフリエートが組み込まれている形ですね。まあそういうものができると、まあ、そもそも検索結果で県外に飛ばされたとしても、価格 .com で最安値がわかるから、わざわざ価格 .com に行って、最安値を調べて、まあそこから買うっていう人もたくさんいるんですよね。やっぱり Google のアップデートに打ち勝っていくんだったら、そういうサイト作りをしないと厳しいんじゃないかなと僕は思っています。で、僕が最近何をやってるかって言うとですね、子育て相談 .com っていうのを まあ1年前ぐらいに立ち上げました。まあ、この子育て相談 .com は子育ての悩みを専門家に相談できて専門家からアドバイスをもらえるっていうウェブサービスですね。このサービス自体はアフィリエイトサイトじゃないんですよ。別にアフィリエイトしようと思って作ったサービスじゃないです。なのでまあ見てもらうと分かるんですけど別に s u o 対策で上位表示もしてないです。まあただ s u o 対策で上位表示全然してないんですけどそれでも毎日のようにまあ子育ての悩みとかを 相談してくる人っていうのはいるんですよね。だから、まあ、まだまだ規模は小さいんですけど、まあ、そうやって検索結果の上位にいなくても価値があるサイトっていうのを、まあ、作ることができてるんじゃないかなと思います。まあ、当然これからもっとそのサービスを、まあ、目立たせて、もっともっとアクセスを呼んでくる予定なんですけど、まだそこまではできてないっていうことですね。さっきも言ったんですけど、この子育て相談 .com では別にアフィリエイトをしてないんですけど、例えば、このサイトの中でですね、 まあコンテンツを書いてそこでアフリエイトしたら、まあそれはそれでアフリエイトサイトになるので、まあアフリエイトでお金は稼げるっていうことになります。アフリエイトだけだと厳しいのか。はい。で、今日のまとめですね。まあ Google のアップデートに負けないようなサイトの作り方っていうのを解説してきました。で、Google のアップデートを、まあ、テクニック論で乗り越えるっていうのは、まあまず不可能だと思います。 まあそれは海外 SEO とかを読んでいてもそういう方法っていうのはなくてそこで議論されていることもやっぱりユーザーに愛されるサイトを作りましょうという結論にしかなっていないので今のところはそういう結論なんじゃないかなと思います YMIL とか EAT っていうところが今の SEO ではまあすごい重要なんですけどただじゃあ YMIL まあいわゆる健康とかお金のジャンルを避けたサイト作りですねをしたりとかあと専門性 とか信頼性を高めたサイト作りをしたら、Google のアップデートに引っかからないかって言われたら、そんなことはないんですよ。結局、Google はコアアルゴリズムアップデートって言ってアップデートを繰り返しているんで、まあその繰り返すアップデートの中でアップデートを被弾してしまうっていう可能性は十分にあり得るので、だから YMIL だとか、まあ EAT っていう部分もどこまで極めたとしても、やっぱりアップデートから逃げ切るっていうことは難しいと思います。 なので、まあ、Google のアップデートを本当に乗り越えたいと思うのであれば、もう Google に依存しないようなサイトとかサービスを作るっていうところにしか出口はないんじゃないかなと僕は思ってます。はい、なので、昔は、そのアップデートってほとんどなかったんですよ。まあ、1、2年に1回大きいのがありましたけど、今みたいにもう3ヶ月に1回アップデートがあるとか、そういう状況ではなかったんですけども、もう今はそういうふうになってしまってるので、まあ、時代の変化とか、 まあ、Google の変化に合わせて作るサイトを変えていくっていうことが重要なんじゃないかなと思います。はい。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が参考になったと思っていただけたら、高評価いただけると嬉しいです。このチャンネルでは IT 業界の最新動向を発信しているので、ぜひ興味があればチャンネル登録してください。ということで、今日の動画は以上になります。ありがとうございました。今日のアベメモです。アップデに負けないためには Google に依存しない。 ユーザーに愛されるサイトを作るサービスがメインでアフィリエイトはサービスに付随する形